いや、綺麗ペコだよ。たまたま、よしよし、よしよし。あ、あ、ペコラ、ペコラママ。よしよし、ママよしよし。ママ、うん、ペコラにちょっと個性を感じて好きになってきちゃったな。よかった、楽勝だな。よし。は？じゃあ次いきますか。ペコラちゃんが時たま発するマンが好きで、何マンって、毎日笑顔で生きられているのですが、どんな意味の言葉なのか理解していません。マンとは何なのでしょうか。あの、マンって何ですか。これね、ペコラ自体もよく分かってないペコなんですけど、いつマンって言うの。あの、マリオとかあるペコでしょ、ゲームで。あ、あるね、あるね。タラタタラタでチャカ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 ってやって、うんうんうん、落ちちゃう時とかにマンって言ってしまうペコなの。どういうこと。邪魔だマン、邪魔やね、マンマン、やんやん、マンやん、なーマンマンマン、なん、あん、え、なんていうペコがね、なんか、うわーみたいな感じなの。なんか、うわー落ちちゃったみたいな。うわーがペコラにとってはマンとか、時々なんってなったりとか。はい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 。だから意味はね、特にないペコなの。あの、ただ、叫び声とか鳴き声みたいなのがマンなんだ。そう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 、たまたまは。そ、なんかグワッとかじゃない、普通ワーとか。え、死ねとかじゃない。死ねはやばいペコでしょ、さすがに。なんかちょっとね、あの、配信でしょぼんのアクションやってみたくて、あ、ちょっと、あ、やってほしい。裏でやった時に本当にやばくて、もうずっと死ねって言ってたから、あの、あれ難しいね、できないわ。全然あれ操作できなかった。すぐなんか落ちてくるから。今度ちょっと放送でやってペコよ、見に行くペコだから。やだ、やだ、ニコニコ顔でちょっと見に行くペコだから、やってくださいペコだよ。やったことあるペコラ配信で。あるある、1時間ぐらいで1から4面まではいけたペコだよ、ペコラで。え、うまくない？え、うまいかな。ビリビリでやったペコなんだけど。あ、ビリビリでやったんだ。そうそうそう、なんか4面までは普通にちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんって感じでいけたペコだから、多分たまたまもいけるペコなんで。ゲームやる？たまたまは結構、あの、ゲームが下手すぎて GTA5 の配信したらコメント欄が荒れた男ですね、僕は。死ねえお前みたいなコメントで溢れましたね。まあ、足でやってんのかふざけてんのかわざとやってんのかみたいなコメントで荒れましたよ。ん、じゃあやんなくてよした。